私は、まあ、他社さんのゲームになってしまうんですが、皆さん多分必ずご存知の、ゼルダの伝説時のオカリナですね。コントローラーで音でを使って、アドベンチャーゲームを遊ぶっていうすごく斬新なアイデアに、私は一人のクリエイターとして本当に宮本さん素晴らしいアイデアを提供してくださったなっていうことを感じて、まあ、とても印象に残っています。